許さんぞ、貴様ら！戦えねえはずだ。連れてとっとと地球から消えろ。宇宙の塵になれ。やめ。ベジータ、助けてくれ。動けないサイヤ人など必要ない。二人とも今すぐカメハウスに帰ってくれ。喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超え、貴様のような数値が低いクズ野郎は大した敵のいない星へ送り込まれるのだ。要するに貴様は落ちこぼれだ。それによ、落ちこぼれだって必死で努力すりゃエリートを超えることがあるかもよ。面白い冗談だ。では努力だけではどうやっても超えられぬ壁を見せてやろう。貴様！こんなことがあってたまるか！お、俺は超エリートだ！許さん！粉々に打ち砕いてくれるぞ！かけるしかねえ！勝利！俺はサイヤ人一だ！俺は全世界で一番強いんだぞ！尻尾をなくしてしまったことを後悔するがいい！カカロットよ！
殺されたみんなの恨みだ。クリリンすまねえが、そいつを生かしてやってくれ。え、正気かよ悟空。こいつは俺たちの仲間を殺したやつだぜ。この次は絶対にベジータを超える実力を身につけて倒してみせる。ブルマさん、泣かないで。このことはものすごく可能性の低いことだけど、ちょっととんでもないことかもしれないけど、もしかすると、サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？あいつら、ピッコロの顔見てさ、妙なことを言ったんだ。ナメック星人だって。ピッコロ、神様もだけど、もともと宇宙人らしいんだ。奴らは確かこう言った。なるほど、ナメック星にはどんな願いも叶うという不思議な玉があるというのは本当だったのか。そうだよ、僕も聞いた。もしも、本当にもしもだけど、そのナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。ピッコロさんだって生き返るんだ。その通りだ。ピッコロが生き返れば神様も。やったやった、希望が見えてきたわ。目指せナメック星。連中の血になる。死ね。俺に元気を分けてくれ。死ね。
死ね、死ね。くそ、この俺がこんな奴らに。死ね、死ね、死になれ。死ね。俺に元気を分けてくれ。死ね。おめえ、死ね。ごちゃごちゃ言うのはそれぐらいにしておくんだな。よし、行くぜ。真の力を見せてやる。Yeah.
の塵になれ。死ね。死ね。死ね。宇宙の塵になれ。死ね。俺に元気を与えてくれ。死ね。太陽だ。やれ！宇宙の塵になれ。